はい、どうもタイガです。お疲れ様です。あれ、使用経験値なしって書いてある。新しく追加されたんですね。はい、まあそんなことはさておき、今回ねレドラガール使います。最近ですね、まあ新しいガールでトレンドガールが出てきて、でサイクロガールのアビリティがめちゃめちゃ流行ってて、まあレドがだいぶ減ったんですよね。まだいるっちゃいるんですけど、他のモアドたちと本当に使用率同じぐらい。前までなんか本当にみんながみんな固定してるみたいな感じだったんですよね、持ってる人は。それがもう今相当減っていて、まあちょっと戦いづらくなっている。そんなね、レッドラガールさん今ね、今活躍できるのか、実際に試していきたいと思います。よかったら皆さん最後までぜひご視聴ください。そして、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは、やっていきます。はい、それでは1戦目ですね。今ヘジホのリーダーでやってますんで、ヘジホ、レドガ。で、レドガの苦手なキャラは、ゼウス、ブルドラ。まあ一応ナスとかも苦手ですね。まあその中で、ゼウスとブルドラは本当にきついというわけなんですけど、とりあえず大型2本が欲しい。バルはダメだな。あー、面白そう。行きましょうか。迎撃がレドガしかいないので、まあレドガをどううまく使うかって感じですね。3倍は欲しいな。ただこの方よくマッチングする方なんで、強い気がする。何を使ってくるか。サイか。打ってくるでしょ。ねえ。ってことで、じゃあ、太っちょ1本先置いて。あー、取れないか。で、オーク。サイクロガール。なるほど。じゃあ、ここはね、とりあえず、まず、こう切って。よいしょ。うわ、マジ？一瞬でも、あ、パンダ置けてなかった。まずい。パンダ置けてないのはまずい。で、パンダ置けてないのはまずいんだけど、一番まずいのは何かっていうと、やつが倒せるか怪しい。倒せるか。一応。大丈夫か。さて、とりあえず、青玉さえ作れれば、倒せるはずなので、OK。これで、サイガも倒して、さあ、OK。なんとか、あいつも引っ張って。これであと1本ですね、マンドラ。マンドラあと1本どこにいるかな。一応グリフォン虹が残ってるんで、それで勝てる範囲やと思うんですよね。相手もキャラそんなにないと思うんで、さあ、ここでマンドラが、どこでワーするかって感じなんですけど、まあグリフォン虹1点流してみましょうか。時間も1分半。さあ、このグリフォン。わ。いるのね。わ、強。グリンジ強。つむじ風で吹っ飛ばせ。吹っ飛ばせはしなかったが、まあ、頑張ってくれてる方ではある。さあ、ここは止めなきゃダメだ。そしてグリンジ流しましょうか。さあ、一応いい感じですね。で、裏レドがいるんで、多分裏は大丈夫。取っていく。あ、いいっすね。これは干渉いったかな。もうグリ止まんないですもんね。裏のサイ見なくていいっしょ。あー、行ってくれた。オッケーオッケーオッケー。上大砲撃ってくると思うんで、下にひたすら剣士出しましょうか。上は多分グリもいるから撃ってくるはず。ナイス。いいっすね。まあ、ちょっと全部取られちゃいましたけど、サイガに、城を殴らして、まあ、レドカで一方的に殴ってみたいな感じかな。いい感じに、コスト勝ちできたんじゃないかなと思います。正直、レドガは、今までは、殴り合っても超強かったんですよね。それが今、なんか、殴り合ったら、青玉が速攻で消えちゃうからダメだよ、と。殴り合ったら殴り勝てないよっていう感じのキャラになって、まあ、青玉がね、てか、炎が残るんですけど、まあ、青玉が消えるので倒しきれませんって感じになってるので、まあ、レドガ、使うならば、基本的には絶対に横当てしたい。横当て以外の選択肢を持っちゃうと、横当て以外でやっちゃうと、危険ですね。普通になんか、炎を出さないで死んだりとか、炎を出しても倒しきれなかったりとかするんで、前と違って圧倒的に丁寧な使い方が求められるんじゃないかなと思います。前もって切っちゃうと、もう青玉作られて、引っ張られて、潰されて、みたいな感じになると思うんで。ナイス、取ったのは偉い。さあ、一応ハーピー切って、ゾネスも合わせてるから、あー、ちょっとめんどくさいな、これ。
どうしよっかな。何がめんどくさいって、第一撃打たないんですよ。打った、えらいえらいえらい。もう一発打ったら神なんだけどな。そう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 。あー、ダメだなこれ。下げましょう。これ以上は無理っすわ。ドド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 、オッケーオッケー、いいねいいね。とりあえずあられ全部使っちゃったな。あ、いいね。あ、よくない。どっか行った。さてこれはチャホ、ナイス、いいね。でここでトレント1個。今のレード側トレントでも正直枯れる。ただ問題はここ青玉の火力が下がったおかげでレドがやられないですよね。これ青玉出されてる状態、出されて、使っても。なのでここでレドが行って相手のレドがを倒して、でこのまま、上上がってほしいんだけど、どうかな。まあそうなったらさすがに行くか。よいしょ。さあ、オッケーオッケー。ちょっと怖いんで、ヘッジオーク行きな、一応、一応来ましょう。裏止まってないでしょ。あ、止まるかな？止まったな。相手がスキル打たなければって感じだけど。あ、打ったな。これ止まるか。ヘッジオーク裏で来ちゃったしな。さあ、大砲を綺麗にね、丁寧に打たれて。まあ、大砲打たれきって、これはドローっすね。何かの間違いでワンパン入ってくれたら面白かったですけど。守られたな。しょうがない。いや、でもレドが頑張ってましたね。まあ、次行きましょうか。まあ、レドが、横割って、かつ、後出しすれば、未だにね、やっぱね、活躍できるのかなっていう感じはしました。ただ、まあ、アンチキャラ、チビブルで消されてしまうとか、ゼウスの雷し連打されて炎を消されちゃうとか、ゼウスの雷し炎消えるからね、簡単に。あとはブルドラとか、そういうキャラたちが来ると、まあ、ちょっと重いかなとは思うんですけど、そういうキャラたちが来なければ、ちゃんと出し方さえ間違えなければ、未だに、強いのかなと思います。とりあえずやっていきましょう。まあ、トレガが今ね、ちょっと流行ってる。まあ、トレガも前世紀のレドガと比べれば全然対処法はあるんですけど、ただ、流行ってる環境で、レドガが、ちょっとトレガがあんま得意ではないと。まあ、そんなめちゃめちゃ苦手ってわけでもないんですけど、得意ではないですよね。間違いなく。OK、取った。ほとんどでかいっすね。とりあえずハーピー置いて。このマリオネットが流れてくれるんで。あ、流れなかった。あ、まあ、でもいいか。OK、OK、いいね。さあ、悪縁か。この悪縁をどうするかっすね、問題は。まあ、ヘッジホッグも一応いるんで、いいんですけど、問題は、いや、レドガだな。ここはレドガ。まあ、相手は足ないんであれですけど。そうですよね。そういうのが来るんですよね。で、これ、キメラ刺してもいいんですけど、キメラ刺しても、もし動かされちゃったら話にならないんで、一回様子見たい。ここ。で、キメラで、買って悪縁を流す。あ、裏やられてんな。オッケーオッケー。これでキメラここに居座るんで、最強っすね、もう。ぶっちゃけもう悪縁放置でもいいぐらい。さあ、これでも完全にこうやれるので、あと悪縁がなんか、積んでますね。勝手に。ハーピーが強すぎた。あ、ちょっとハーピーの位置見せたな。もう一マスしようか。さあ、グリフォン2枚出して。とりあえず、干渉。2倍干渉うまいな。あー、グリ耐えないか。さすがに強いっすね、ポックルが。まあ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 、干渉はできるので。ん？ポックルアビか。ポックルこれ4体目っすよね。なるほど。まあとりあえず干渉、よしよし、いいぞ。さあ次行きましょうか。さあ、ラストやっていきましょうか、ラスト。まあ、レドガレドガで頑張ってましたね。アンチキャラであるブルドラを当てられても、なお、やっぱり、炎の玉、青玉からの赤玉
まあ、残って、まあ、じわじわ削ってくれて、でブルドラにダメージ与えたのもでかいんですけど、あのそこに出てくる中型そいつらを一掃してくれたので、こっちがコストをかなり節約できた、まあ、そんなイメージ。さてこれどうしようかなって感じだな。今の悪くもないんだけどそこまで良くもない。ちょレム気になるな、行こうか。チビドラレムとかマジ強いですからね。しかもチビドラ金バッチだからな今回。さて、砦はどうかな。レムの使い方をいろいろ模索してるんですよね。もう回復を捨てて剣士につけちゃおうかなとかもちょっと最近思ったりしてて、何が正解かわかんないんですけど。とりあえずこう取っていく。前々置いちゃおうかな。さてとりあえずここね、ここヘッジホック置いて、上チビドラで削っていきましょう。あーやべえのいるな。さすがにチビドラ金バッジも痛いっすね。でも倒しきれ、えらい。さあゴーレムが出てくると。ゴーレムか、ゴーレムどう倒そうかな。さすがにミノかな。まずマイマイだな。でこっち上来てくるでしょ、上来るでしょ、上来てよいしょ。なるほど、ちょっとこれ倒したい先に。よいしょ、レドが行って倒してもらって、裏マイマイで見たいんだよな、できればこうマイマイ2本重ねて。バルをねマイマイで狩れるんですよ実は、下にキャラがいなければって感じですけど。倒していく、ナイス。したらあれで、なんだっけ、ベビー終わりなんで、チビドラレムで。さあ、倒していけ。多分ね、これいけるんじゃないかな、このままレムで。あ、やばいそれ。結構痛い。さすがに平常行こうか。さあ、レム回復。で、多分裏が、多分大丈夫。あのヘッジホックのとこに行ってくれる説ある。あー、これ死ぬな。うん。で、ここで、剣士にレムくっつけて、取ってほしい。で、攻めろ攻めろ。怖いから一応ね、後ろ剣士置いてるけど。OK、ナイス。そのね、剣士をね、やるとね、レムがね、怒り狂うんすよ。無理かな。一角はできないですもんね。おお、ホイト！レム、強い、今の最後。ナイス！射程長えな。さすが。剣士レムにするとこういう後半強そうっすね。まあ、レドガも最低限の仕事はしたでしょ。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。今回やっていたのはレッドラガール。ステータスはフルですね。攻防 HP 全部団子もしっかり振ってて、底力も振っていて、ガチャも全部引いている感じの。そんなレトロガールさん。まあ基本的にやっぱこの実の強みは、まあ炎の存在ですね。まあ残ることも強いし、やっぱその炎がオブジェクト判定っていうか、なんて言えばいいんだろう。まあデコイになる。要は、当たり判定があるんですよね。炎があるせいで、砦を触れないとか攻撃をしちゃうとか、炎が残るせいで持続的にダメージが入るとか、まあ、これが本当にすごい強くて、砦にかかってくる圧をまとめて移送できたりするんで、まあやっぱ、まあ、消えるのは早くなっちゃいましたし、2回目の青い炎はね、まあ、あんま望めないんですけど、まあ、それでも強いかなと。火力キャラとかを引いてたりとかして合わせてあげれば、でもレドが起きて、はい、レドが引っ張って、ここだって、青玉ない時の時に倒せって言って、相手がキャラ来た瞬間に、こっちがカウンターでゾネスボーンって重ねて、潰してレドが戻って、また青玉みたいなことができたらもう間違いなく負けない。まあ、それが、レドが的には嬉しいかもしれないですね。レドが単品で置いちゃうと、やっぱり青玉一回作って仕事終わっちゃって、まあその後やられちゃうんで、すごいもったいないんで、大型なんで。それこうなんとかケアできればすごい強いかなと思いました。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。